テオス柔術アカデミーの江木信重と言います。今回 ART に呼んでいただいてありがとうございます。最近ノーディに力を入れており、坂本選手との試合は非常に楽しみです。応援のほどよろしくお願いします。トライフォース柔術アカデミーの坂本潤です。今回は江木選手との対戦ですけれども、江木選手は4人以内に ABAF の全日本選手権も優勝されてますし、最近もコンバット柔術やグラップリングの試合にも積極的に参加されていて、勝ち星を挙げています。大変強敵だと思っております。また年齢も一回り違いますけれども、僕も勝ちにいけるようにですね、精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。まずは坂本潤選手入場です。続きまして江木信重選手入場です。Try Force 潤坂本レオス柔術アカデミー信重江木。はい、アダルト黒帯ライトフェザー、今回唯一の脳技の試合ですね。ルールは FJF の重装のルールと同じだと思いますが、そうですね、 IBJJF と違うのは、ヒールフックがないですね。なるほど、ヒールフックなし。レギ選手が引き込みました。さあ引き込んで試合時間8分ですね。長いですね、はい、一番長いですね。さあ一気にフットロックいきました。さあ、あんまりこだわりすぎてお互い特に焦った様子はなし。相手そういうのあるっすかね。まずグリップね、まずグリップ、そう自分の中でつけないと、そう OKOKOK、まず OK。 さあナイス足換だけ注意ね、足換だけ注意、膝の向きと OKOKOK、 足を抱えていく、50-50ですね。そう、はい、行かせない。ちょっと1分経過、エギさん残りに並んでなる。こだわるよ。さあ2ポイント。2取られた。OK OK。シンプル2ポイント。さらに。こだわるポジションで。ここで返されると、まあお互い上取って50から抜けたいですね。そうですね。今2-0。残り6分半。坂本選手自分から足流してきましたね。多分2バードか狙ってそうですね。なるほど、まあ、でもこれは江木選手にとってはいい展開だと思う。さあ2バーいけるか。また50出ましたね、はい、三角ロック。やることはいつも通り、そうさあ50-50の体勢で先ほどスイープを先制したのは江木選手。抜き、そうさあ今のは、中央でリスタートですね。まあ江木選手はポジション進めていこうとしてて、坂本選手は終始足換狙ってる感じですね。さあ下から足換を狙う、様子を見せているのが坂本選手。まあ、ここも足を抱えてお互いに、まあ、50-50は足組んでる足に対して2バー、はい、フットラックかけれるので、さあ
そうですね。フットロックを決めながらスイープを成立させたい。そうですね。さあ上下が入れ替わって2ポイント。でもエギ選手もすぐ返しましたね。はい、スイープを戻してさらに2ポイント。さあこの辺りはシストゲーム。エギはその X 入れさせないでしょ。いい形。レッグドラッグまで持ってきましょう。大丈夫。さあここで足を坂本選手が両足持ってるのが結構良かったですね。なるほど。さあ今片足を4の字で固めてますが、でエギ選手は結構右膝開いてバランス取ってるんですけど、それだとスイープされやすいので、なるほど。今いい形ですね。いいですね。これ一気にいってます。さあフロント、うん、戻しました。まあ、クローズ入っちゃったんですけど、フィフティーから抜けたのでちょっとポジション進んだ形ですね。はい、さあエギ選手リードのまま展開が変わって坂本選手のクローズドガード。あ、クローズドじゃなかった。そうですね、はい。まあ、開いた状態で再開ですね。いいですね。ダース狙ってダースチョーク。さあいいポジション、上からは火を刺してすくって形を作っていきたい。いいですね、足抜きました。はい、足を抜いて立ちでスタート。さあもう一発エギ選手が引くと、さあ息がぶってでテイクダウン気をつけてほしいですね。さあ抱えてテイクダウン。さあ今のね、一瞬このSJルーラーと一瞬でもねお尻がつくと2ポイント。テイクダウンになったんですね。はい、僕はスイープかなと思ったんですけど。なるほど、これはダブルガードにはなんなかったですね。よかった。さあここで回転していってベリモンの展開です、はい。さあバックを取りたいか。さあ50-50、坂本選手は50-50本と入りたいみたいです。さあ先ほどまた体勢が戻って伊選手のスイープで2ポイント。3分半。そうしっかり、自分のペース、残り3分半。まだ膝の向き大丈夫。いいですね、伊選手オープンして。さあ一回ここで離れた、仕切り直し。伊選手2ポイントリード。残り3分。さあ状況を、ね、確認しながら、エギ選手が先に引きましたね。まあ、2点リードの下なんで、これは結構硬い展開というか、なるほど。坂本選手にとって厳しい展開です。さあスイープ先行すると一気にエギ選手が有利か。いいよ、思い切りいい。さあ残り時間2分半。ナイス。さあ点差的には坂本選手が動いていきたい。そうですね、エギ選手が、まあ、ベリンボロの今度自分から50入れました、はい。さあこれは坂本選手きつい展開です。そうですね、下からエギ選手もう一発スイープ。まず50抜けるのに時間が必要だし、そこからポイント取るのにも時間が必要なので。さあここ抜けた、フィフがスイープでリード重ねて、はい、足抜けそうだけど、まあ、エギ選手は固くいくんだったらもう50で流してもいいし、まあ、別にでもここでオープンしてトップやっても全然大丈夫です。おバッキー体勢が変わって一気にバック。さあバックは取り切れてはいないが、時間的には残り1分45秒。さあチョーク、おお一気に入りましたね。さあこのチョークなかなかタイトに入っているか。さあ体勢も十分、バックマウント、熱い入ってます。決まった、お見事、一本勝ち。ネイキッドチョーク、バックチョークでエギ選手見事一本勝ちとなりました。勝者エギ信重。坂本選手が50にちょっとこだわって展開止まることも多かったんですけど、はい、それでは勝利のコメントをお願いいたします。エギ選手が攻めてよかったですね。今日は、僕は唯一の道着の試合で、まあ、ちょっとさっきの道着の試合と違う、まあ、面白みというか、まあ、あったと思うんですけど、
とりあえず今日は、呼んでいただいた、江戸先生、本当にありがとうございます。そして、対戦していただいた、坂本選手、もう本当に黒帯の大先輩で、僕が白帯の頃から坂本選手は黒帯で活躍されて充実感に貢献されている方で、本当にリスペクトがあって、今回農技という形でさせてもらいましたけど、本当に、皆さんのご協力があってこの舞台に立つことができました。また今後とも農技の試合頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということでリプレイですね。さあ最後のチョーク、まあ、一瞬の本当の展開の隙をついて見事一本を取りに行ったという感じですね。ちょっと坂本選手がやることがシンプルというか、足間狙うか足くぐるかで結構一つのことに集中してたので、江木選手はまあ対処しやすかったのかなというふうに思いますね、はい、最後はバックチョークがっちり決まって